百万円をかけたチャレンジ立ちはだかるのは名だたる英語系ユーチューバー留学に対する夢熱い思いをぶつけろ今問題点があんまりよくわかんないですよね、うん、勉強は得意ですか苦手ですですよねめ <laughs> ちゃめちゃ失礼なこんな学金中に上げるぐらいだったら死によかせと先延ばしの達人だと思って,て絶対お金払おうと思わない <laughs> <laughs> 思いをぶつけて100万円ゲット主催の留学兄さん、ケイです。この企画では、皆さんに奨学金100万円を競っていただく企画です。私が経営する留学アシスタント株式会社から、皆さんの留学の夢を応援したいという思いで出させていただいています。この企画から、世界で羽ばたくグローバル人材を見たいと純粋に思っております。はい。司会を務めさせていただくイーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではですね、世界に羽ばたける有望なチャレンジャーを紹介します。簡単なプロフィールを教えてください。 ヤギマリサです、27歳です。東京生まれ、岐阜育ちで今はフリーターをしています。よろしくお願いします。では、えー、マリサさんの、はい、チャレンジスタートです。1分間の自己紹介をしていた後に、えー、日本語で審査員とディスカッションしていただきます。y e、はい um, Thank you so much for coming.Could you tell us your dream and briefly introduce yourself?Yes。I have a dream to establish an organization to、uh, assist children. With overseas roots to be successful in their goals. And I am Marisa Yagi, and I am half Japanese and half Peruvian. I studied about education in Latin America in college. And after graduation, I joined a, I joined a company to manage IT uh, business and work as a salesperson at the mobile mobile phone shop. And after working for four months, my mother passed away. And when I thought my future, I felt that I need to learn more and have more experience. And for those reasons, I resigned my job and I uh, I resigned my job and I studied

パートタイム、パートタイムでは何をしてる、えー、人材派遣の会社でいろんなイベントだったりとか、はい、あのそうですねイベントのお仕事をついたりとか、毎日違うお仕事をいただいてます。うん、はいあ。それだと留学するには厳しいって感じているってこところですかね。えっと普通の正社員だと英語の勉強する時間があまり取れないっていうふうに思ったのと、今父と二人暮らしなので。うん 父も今年60になるので、まあ、その家のことも見かねて。あの、普通のパートタイム職の方がいいかなと思って。その仕事につい、ついて、そうですね。お金が足りないなと思って。留学プログラムに応募しました。はい。その実際に、今英語の資格って何か持ってるんですか。今トイフルを受け、えっ、ー、と、来、今年、あ、今月の。 来週ですね。受けますという。豆腐ですね。はい。厳しい。すごい一応ね。これでなんか、これでバズってるから、ね何百万再生。されてるか、これ、とう、とですって言ってるだけ。で、ちなみに、えっと、なんか。今、豆腐、豆腐を受ける前に。あの、なんか、英検だったりとか、そういうのないんですか。英検二級は、高校生の時に。 取ったぐらいでそれしか資格はないです。そこから英語力ってどんな感じで？なんか自己評価でもいいんですけど伸びてるなってあるんですか？まだまだだと思います。特にこの B.Y. の n p a はい、まあマスターですよね。はい、パブリックのマスターになると思うんですけど、はい、n p a って多分知らない人もいますよね。うん、あんまりわかんないですね。M.B.A. そのビジネスのいわゆるこうパブリックバージョン、行政とかガバメントに行きたいみたいな時に取るマスターなんですけど、これでも結構トーフルっていりますよね。 はい、最低でも八十五が必要です。結構高いですね。八十五ね。うん、はい、今のところまだ七十とかなので、あと十五取る必要が。七十って外事があるとですか？あ、えっとモギみたいな形で、はい。あ、でも七十ぐらいは取れたいってことですか？はい。そのお父さんと今二人で暮らされている年配のお父さんって、はい、大丈夫なんですか？その留学して。 離れてあ最初に決めた時に父に話したら自分の夢を叶えることだから行ってきなさいってこう背中を押してくれたので行こうとう決めましたななんでなんでですか <laughs> 実はその時「MPA」って書いたんですけどいろいろそこから考えて悩んだんですが「結婚家族人間開発」っていう学部が BYU にあるのでそこの方が自分の将来やりたい夢に近いなと思って今はそっちの専攻に。 入りました。はい。じこれ M.P.A. なしということで。はい、なしになりました。え、それは点数変わります。そしたらどうするは、同じです。八十個です。はい。この希望進路と MP は M.P.A. なしってことですね。はい。あ,あ、わかりました。その学部で勉強したらどういう仕事につけるとか、はい、もしくはまあ自分がやりたいことがある中でそこを選んだと思うんですけど、はい、ちょっとね、あの海外にルーツのある子どもたちっていう話があったと思います。はい、もう少し詳しく教えてもらってもいいですか。はい。 えっと、元々私はペルー国籍で日本にずっと住んでるんですけど、母の友人とかが海外にルーツのある子供たちで、日本であまり馴染めなくて、両親の仕事も関係してこうペルーに帰ってしまうっていう子供を何人か見てきて、その子供たちが日本でも、まあ、ペルーでも居場所がないっていうのをたくさん聞いたので、その団体を立ち上げるときに、 その子供たち一人一人がせっかく持ってるそのポテンシャルが居場所によってこう失われてしまうのは悲しいなと思ってそれをもっとさらに一人一人の子供たちがその将来に可能性があるっていうことを知ってほしくて自分の学びたいって思う分野がそれに近しい人間開発とか人間の育成についてのものだったので MPA よりかはそっちの方が近いと思って変えるっていうことに決めました。 なんか具体的にそれじゃあやるってなった時に、はい、どういう団体を立ち上げてその中でも何をして、はい、その自分が理想としているこうやったらポテンシャルが一番引き出されるって理想像あると思うんですけどそ、はい、そこっててどういうふうういいふに考えてますか、はい、そうですかでね理想像としては教育最初は教育を徹底的にこう教えて教育は一つの武器になると思ったんですけど正直教育は 誰かをこう雇えばいろんな人が教えれるって思ったんですけどそうではなくて今はもっとその子どもたち一人一人と向き合ってそのご家族と一緒にどうしたらこの子がより良い生活を送れるかっていうことに対して一緒にこう家族で話し合っていくということを考えています。はあ。えうーん まだちょっと正直に詰まってない部分もあるんですけどその問題点が何で、はい、今そのここで問題点があるからこういうのをやりたいって言ってると思うんですけど、はい、具体的に何が問題で,、はい、でそれに対してこういうソリューションがありますっていう多分お話だと思うんですけど、はいはい、今問題点があんまりよくわかんないですよね。うん、その何がこう詳しく問題点は日本にににいるる海外にルーツのある子どもたちが教育を受けれずに、えーと 仕事高校卒業したりとか中卒で仕事に就くっていうことが多く,多くなるのでそうなると,、えー、とその子どもたちからその、えー、と中卒とか高卒でいる子どもたちっていうのが結局生まれるのも同じ中卒だったり高卒なので教育を教えつつ彼らのなんか居場所になるところをそれを作りたいなと思っててそうすると彼らが 駆け込み寺ではないですけど助けになることが例えば両親に学校の通信簿を見せても伝わらないっていうことがあるのでそういうのを私たちが代わりにどういうことが書いてるかっていうなんか橋渡しをしていくことで両親も子どもたちもその教育を受けることの大切さを学んだりとかすると思います。すすででにそうういいっったたことととをしててるる団体とかってたくさんあると思うんあ思けど、はい 具体的にその、何かコンタクトを取ってみたりとか、はい、あとご自身で調べたりとか。はい、まあ実際にはそういう、まあインタビューとかわかんないですけど。はい。まあインタビューというか、その、なんか、ご自身が調べたこととか、はい、そういうのとかっていうのはあったりしますか。そうです。多くはないんですが、まあ本を読んだりとか、コンタクトまでは取れてないです。うんうん、はい。あの、誰でもヒーローみたいなやつですか。知らない。は <laughs> い。<laughs> フィリピンだったら。僕も知らない。知らない。ですねいですはい。はい セブでもいいいやでややってるやつでしたあそん自分たちでん,なんかあれですねいまいちこのなんか僕らも無知で申し訳ないんですけどなんか、はい、あのこういった団体を立ち上げるそのなんか抽象的な概念は分かったんですけど、はい、なんかあの具体的に、まあ、ご自身がされてなかったとしても今実際にされてる団体のこととかを、まあ、結構知っておくっていうのは結構大事な。 はい、説明するときに大事な、なんだけど、相手にこう想像させる。はい。ので大事だと思うんですけど、はい、そのあたりはなんかちょっと、なんか、その、例とかないんですか一例とか。はい、<の>そうですね。こういう、例えば何とかっていう団体はこういうことを実際にしてて、はい、あ実際、こういう、なんですか、子供たちを助けてて、みたいな。はい、それに感銘を受けて、高校みたいな、そういうのはなかったりですか、ね、えっと、静岡に、ム、はい、ンドでアレグリア校っていうあの学校があって、そこは、えっ、ー、と、スパニッシュの子たちが通ってる学校なんですけど、 そこで日本語も教えつつスペイン語の言語を教えるっていうのでそこの静岡一帯がかなり南米の子が多いのでその部分ではかなり成果を上げていて子どもたちが中卒ではなくて高卒だったりとか将来南米に帰った時に大学に帰るように手続きを進めたりしたっていうのは聞きました。うん、ありがとととうごございいまます、はい、すすすででななんんく想像ははつきました、はい、ちょっと話は変わるんですけど今、はい あの振り方っていうことなんですけど、はい、具体的にどういうなんかことをして過ごされてるんですかあそうですねあの英語の勉強を<え>まあ起きて朝4時に起きて勉強して7時には仕事に行くので仕事に来て戻ってきたらまああの料理とか作って寝る準備してっていうのでじゃあお仕事と勉強を両立してるはい今しているところです何をやってるんですかその勉強はえっとトイフトイフォ 豆腐。豆腐。はい、そうですね。遠いじゃありません。今はどこにもありません。はい、失礼いたしました。の公式の冊子があるので、それをやったりとかと、自分は緑のやつですか。青のやつですか。青のやつです。青は古いからあの形式形式化。なるほど。厳しい。まあ大事ですね。大事ですよね。普段見れるんですか。間違いますから。はい、ありがとうございます。はい。とあとは単語。その模擬をやったときに。 私はそのライティングとスピーキングがの点数が少ないと思ったのでスピーキングはアメリカの友人がいるので毎日電話で話したりとかあと日記を英語で書いたり独り言英語で言ってみたりあとはもう単語を覚えてひたすらその覚えたのを日記で書いてみたりっていうのをやっているところです模擬っていうのは英会話学校とかが提供してるやつですかもう、えー、と友達がやってる 友達がやってる。あ、模擬試験っていうのは。模擬試験ってことですね。その点数。そうですね。ネットで。はい。ネットである、なんかどっかの学校が提供してる。そうです。なるほど。じゃ、あ公式のやつではない。そうですね。公式。あまり参考にしい。厳しいな。はい。結構厳しい。まあ、でもやっぱ、せ、テストって言ったら、公式問題集はバイブル的にしていかなきゃいけない。そうですね。基本中の基本というか、まあ。はい。 それは参考になりますね。はい、ありがとうございます。ただ、大津。はい、裏町。あですよね。公式のやつは。トイックで、例えば、トイックで公式問題集持ってないとか、もうありえないですもんね。そういうのと一緒ですよね。それは僕も。僕はやっぱ、高校生だから、なかなかのメガトンツちょっと笑顔が引きつってきましたよね。いや、でもね、フリーダード掛け持ちということで。ちょっと、あの、まあ、他の人と比べると、ちょっと申し訳ないんですけど。まあ、最年長というか。 ほかに学生さんの高校生の方が多かったんですけど、はい、例えばその方たちとよりもなんかよりもっとビジョンがその明確になったダメなんかなって個人的にですけど、はい、ちょっと思っちゃったりするんですけど、なんかその、んやろ、他のその子たちっていうかその候補者の方より、はい、自分がその100万円をもう受け取るっていうことあ,あ投資してもらうっていうことに対して、どういう、はい 強みがあるのか,とか、うん、あのそんなが緊張にあげるぐらいだったら死におかせとそういうことですよねそそううそういうこと <laughs> そうですね私に投資していただければその30には2829で大学院2年間通った後に30に団体を立ち上げたいと思っているので私が投資していただくことで。 手を差し伸べれる子どもたちの範囲が広がるので、私だけではなくて、私が学ぶだけではなくその子どもたちがたくさんの影響を受けると思っているので、はい、なるほど、影響力があるかなと思います。はい、団体立ち上げるってそのなんかどっか箱のその場所を借りてそういうまあ寄り所ってさっき言ってましたけど、はい、教育もやるんですよねでも、はい。 それやろうと思うと結構なね初期費用っていうかいやほぼそこ思いました結構お金かかるんじゃないですかねそれはなんか今ちょっとね留学費用も結構しんどいのにみたいと思いますがそもそもなんかアメリカのここの勉強いるのかなって思ってるんですけどいるんですかねそれはなんかスパニッシュなんですよねだってその子たちもスパニッシュ英語ってあんまり使わないんじゃないって思ってるんですけどどうですかス、はい、最初はスパニッシュの子たちって思ってたんですけどいろんな方の本を読んだ時に スパニッシュの子たちだけではないたくさんの子どもたちがいるって気づいて今は少し視野を広げて海外にルーツのある子どもたちなので英語を学ぶことはその子にとって将来大きな有望になると思うので英語も含めて教えたいと思うそれそれだからマスターである必要があるんでですか,そこのなんか言語学校いいいんじゃないですか 語学学校でいいんじゃないですか私自身が俺がこの間突っ込んだやつ厳しいな日本は言語学校じゃなくて語学学校っていうのが英語オンリーだったら別に語学学校の方がやっぱり安いしマスターってやっぱ高くなっちゃうんでそうですね。何を身につけたいかじゃないですか語学だけ身につけるんだったら別に日本でもわざわざねマスター必要ではないと思うんですけどそこの すね、そ,うそこに行ったら何がこうできるようになるのかとか。その専攻したいところは、まあ、家族と個人に集中した学専攻でその子どもたち一人一人の人間の育成についてやっている研究なので今の私は大学ではあのスペイン語と、まあ、教育学を勉強しただけで普通に就職をしたので就職をしているときに。 自分の知識と経験が自分が団体を立ち上げたとしても何の力にもならないっていうふうに感じてその私に今必要なのは少し費用は最初の投資としてはかかるんですけどマスターに行くことかなといいう,うに思っていますなんかここの資料で BYU の, BY の MPA って書いてあってで,でもそこの BYU の中でほかにその家族の。 はいの方に見つけたからそっちっていう感じでこの BYU ありきのなんかこう考えてらっしゃるように見えるんですけど、はい、例えば普通例えば私が教育学びたいって言ったら教育で有名な大学を探してそこに行くみたいな感じだと思うんですけど、はい、なんかこだわりがあるって感じなんですか大学そ,大学そうですね BYU の、まあ、費用自体が少ないっていうのと、うん、あと留学人さん K の動画を見て BYU のちょっと良さを感じて。 実際にあのファミリーフレンドリーっていう意味でも美容って強いんですよファミリー学とかそういうまあ家族にフォーカスするっていうところ内容的にも強いのは確かなんですよなのでそんなにずれてはいないなと思ってます、うん、ただまあ費用のところもそうですね圧倒的にやっぱ安,く安いんで,で100万あったら結構賄えるみたいな100万あれば正直1年はいけちゃいますねマスターでも、うん、そのほかはどういうふうに工面するんですか貯金ですか はい貯金とあとは奨学金があるのでその奨学金で借りれます今借りれるはいサイトがあります奨学金って親に借りてもらわなくちゃいけないと思うんですけど自分が学生の場合で六十歳超えてたら厳しい BYU の奨学金あ BYU の大学が出している奨学金返済不要の方ですねはい返済不要です勉強は得意ですか 苦手です。ですよね。ですよね。めちゃめちゃ。いやいやいや。どこ、どこ。浪人してって、南山の短期いってるじゃないですか。いや本当ね、思いました。ちょっとね、あ、まあ、確かに、ご、ごめんなさいね。本当ですね。受験的なことを言っちゃう。プロですよね。これは一体どうしてなのかなっていうのは。はい。もともと、そのスペインなって、アメリカ学科に一年次から入ろうと思ったんですが。予備校に通った時に、先生から。 そのスペインの天明科学科は1年生からいわゆる「こんにちは」とか「abc から習うからあなたにとってはつまらないと思う」っていうふうに言われてそれだったら編入ができる短期に入ってから3年時の自分のレベルに合った3年時に編入したらどうって言われて確かに自分の中でしっくりくるなと思ってえそれ予備校の先生が言った予備校の先生とあとは向こうの大学のキャンパスに行って教授と話をしたときに。 あなたの英スペイン語のレベルだったら一年次は多分すごくつまらないと思うと言われて三年次編入っていう形で予定を組みました。どうですか騙されてますかこれは。じゃあ短大で一年何や英語だけをやりなよみたいに言われたってことですか。短大で英語をやってそうですね英語を勉強し英語を勉強するにあの無駄なことはないっていう風に、はい、あの言葉をいただいて英語一年勉強した後に三四年で に二年やったってことですね。はい、短大で勉強しました。はい。こんなすごい特殊な状況があるん、うん、はい。逆になんか僕あんまりこういうのを信頼しないんですけど、<laughs> あの短期大学の英語ってはい、めちゃめちゃ遊んでるイメージしかないんですけど、英語上手くなるんですか。人に寄る。めちゃめちゃ偏見なんですけど、思わ <laughs> え持ってないですか。<laughs> 聞いたことがない。えー、いやそのだって一般教養とかはどうしたわけですか。も短大の時の単位が使えて。 そのままなん,んので大丈夫ってことですか。はい、えっ、ー、と五十単位はあの三年次に行ってもそのままできるので、あとは残り二年間で必要な単位を八十単位を取りました。うん、うですね。はい、えでも直でなん,んに入る実力は。まあありました。あったんです、ね。はい。いかなかったんですね、はい。はい。英語の方がいいっていうふうに言葉をいただいて、英語だって。 そ南山、えー、んんで入って学科変えるのが大変なんですかじゃあ普通にそのまま職に入ったら最初は編入はすごく楽だよっていうふに聞いていたので、はい、そっかっていうふに入ったんですが入ったらまさかのこう過去に入った人がいないっていうふうに言葉をでいて <laughs> だいたんですがその短期から別の言語に入る人は。 そ4大の方の学科の先生たちが2年次から入るか3年次に入るかを決めるっていうことだったので、うん、過去に、えー、と南米の子ではい、えー、入ろうと思った子はいるけど2年次になった子もいるっていう話を伺って自分なりに勉強をして面接対策をして無事3年次に入れたっていう流れです大学ってものは別にその語学 喋れるようになるところじゃないんで、うん、そもそも、うん、確かにねそうことは思いますだからそれ三3年次あなたスペイン語めっちゃできるから三年からやった方がいいよって言ってる人の神経が信じられないえ、そもそもなんでえ、<laughs> だって親があのペルジ人なんですよねはい。だったらなんでスペイン語を学びたいと思ったんですかもう喋れるんじゃないですか<あ>スパニッシュは話せるんですが本当に家族の中で聞くスペイン語しかわからない状態のと あと仕事には全く使えないっていうふうに他のペルー人の方と話して思ったのとあとは、えー、と日本からペルーに移住した私の父の先祖がそうなんですけどそういった人たちがどういった形でその日本人がペルーで生きていたのかっていうそういったところの教育学をやれ,やれてる教授の方がいらっしゃってその方の研究内容を気になって入ったっていうのも大きいです。 分かりました。ありがとうございます。不思議でしょうがないです。僕、いいですかはい。なんでご自身で勉強苦手だと思いますか先延ばしの達人だと思っていて。先延ばしの達人に。なんか名言が出ましたね。なかなか、絶対お金払おうと思わない。大丈夫ですかそ言って。致命的なあれではい。先延ばしの達人なんですね。はい。これは、え、じゃあ今まで言ってきた、ビジョンとかは、はい。先延ばしにしないっていうのは、保証はありますか その一つがこの留学プログラムに来たというのが一つです <laughs>。なるほど。はい。と最近はその先延ばしにしてしまう癖をなくすために、とりあえず一分でもいいからやってみるっていうのをやるようにしてから少しずつ改善しています。はい、海外にルーツがある子どもたちを助けたいマリサ、夢と留学のつながりをうまく説明し、後半巻き返しなるか。 カウンセラーとしてみんなの子そばにいたい。でも団体立ち上げるんですよね。立ち上げてますね。留学のそのユニークな理由がやっぱ欲しい。日本に対して恩返しできることって何かなって。いろいろですよ量は。人なんであまり量いい。<laughs> 主催の留学兄さん K です。留学グランプリ第二回も近々実施を予定しております。イエーイ。こちらの企画にですね参加されたい方随時募集しておりますので概要欄の方の LINE 登録ですね。そちらを登録していただけると。 自動返信で挨拶メッセージが返ってきますその挨拶メッセージの中に申し込みフォームがありますのでそちらからご応募いただけたらなとまた何かこう問い合わせがあればその LINE から連絡いただけたらなと思いますまた僕と同じようにですね学生さんの留学の夢応援したいぞっていう企業さんスポンサー企業の皆さんまたは対個人でも大丈夫です投資家の方ですね。企業さんであれば何か PR 個人の方であれば審査員としてて座っていただくどちらも大歓迎ですので同じく LINE 登録をしていただいて問い合わせいただけたらなと思います。